ったく、時間食っちゃったよ。じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、カイトさんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ。阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに？よう、阿久津。なんでお前がここにいんだ。おい、俺らこっちだって。カイトーだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな、あの野郎。偉人中に何の用だ。わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある？いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああカムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふん、まあ奴らが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。
八神さん。どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越場くんの動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越場くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え？先生は江原さんに痴漢された被害者のことを知りませんか。名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え？鈴木ゆい？そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです。高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです。なんでゆいが江原さんと。今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。八神さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです。友人か、ただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです。高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない。そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というか、もう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは。そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか。間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです。ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。
私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは、江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。あ、沙織さん、八神だけど。ええ、沢先生と話せましたか？ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。その件ですが、星野君の方でもネットで新発見がありました。ん？そのいじめ加害者は河合真也という子で、13年前、ミスル君が校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になると、こちらのカムロ町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの？ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。カムロ町でなら、笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、カバイはほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。あ、こいつ知ってる顔ですか？この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合真也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ？彼らはその河合を見つけたんですか？いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしいって。何年か前にカムロ町から姿消してそれっきりなんだ。殺された？ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された？どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは？確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで街の情報もまだホットなはずですから。沙織さん、どうでした？岩上さんはなんて？ついこの間 RK の人たちが河合真也を探し回ってたそうです。カムロ町で。え？そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、ずいぶん物騒な話だな。確かに最近やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が河合を？まさかうちの事件とつながってくるんですかね。 RK についてはつながりがよく分かりません。
星野君は引き続きネットで河合のことを調べてください。私はちょっと出てきます。え、八神さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。沙織さん、もしか、彼らがなぜ河合信也を探してたか気になります。なら僕も行きますよ。一人じゃ心配です。大丈夫、まだ明るいし、人目のあるところでやりますから。それには、確かにそうかもしれませんけど、あ、じゃあ10分に1回安全確認の電話を入れます。いえ、それも遠慮してもらいます。へえ。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ。そう、じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ、それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネと美人が二人並んでるとなんかこう、年がいもなくウキウキしてくるね。あら、本当だ。今日マスター、いつもより12ヶ月は若く見える。それじゃいつもと変わんないじゃないの。だって、マスターがそれ以上若くなったら、かっこよすぎちゃうじゃない？ああ、本当ですね。いやー、しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどさ、彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はいそうですとは言わないんだ。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけですか。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けばRK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とかメイクにするといいかな。なるほど、そりゃいい考えだ。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったらカムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか、これからすぐに。まあ他の手もなくはないだろうけど、 RK には効きそうな作戦だ。よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。オッケー、任せといて。
ほど。これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何か足りないみたいね。え？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。オッケー、バッチリ。ほら見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。あの、いやちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？女二人寂しく飲み歩いてるとこね。えねえ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ、いくらでも飲ましてあげるよ。うわすごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。君たち可愛いね。タイプよ。タイプって俺もっすか？どうしたの？そのお花。でも絆創膏がすごくセクシーでワイルド。あらやだ。今夜は私、すごくだらしなくなっちゃってる。ちょっと、沙織ちゃん？おー、だらしない沙織ちゃん、大好き！今、神室町で流行ってると思うんだけど。RK ね。もちろん知ってるけど。何？興味あんの？だって今一番イケてて一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたからさ。それにあそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ？沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのか。え、それってどういうこと？まさかもしかしてあなたたちって。
まあ大きな声じゃ言わねえけど、 RK の中でもちょっと知られてるもんでね。俺ら少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。カムロ町って今、まあね、もう神器とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。ああ、あれね、あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは河合って男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだ。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。以来やつは姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山ん中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若いやつらで、女も混じってたんだと。でももう5年も前のことだからな。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？ RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん河合信也って言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってる？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？もしかして最初から河合のことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？通りすがりの RK ファンです。全然怪しいものじゃないんだから、やめてよ。え、そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。めちゃめちゃ怪しいよ。くそ、色仕掛けが通用する俺じゃねえぞ。誰なんだお前？お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだと？急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手はなんだ？震えてるじゃねえか。武者震いってやつだよ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん。あれ
目障りだぞ、チンピラ。東さん、てめえ！たく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの、礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に、リジモン。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。え？なんで、俺の名前は。城崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで、城崎先生。しかし、すげえっすね。見違えましたよ。ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。さっきの奴らは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね、暇な者同士。今夜は楽しく過ごしません？あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。八神の野郎、何してんですかね。城崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越葉と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。